ドブに金を捨てていくマーちゃん冒険記、パート30です。前回、帝国軽装と婚約者を見つけ出しまして。今回は、入手困難な、レア防具を手に入れるべく、とことんガチャります。11連ガチャで、3000ゴールドですので。気にしないでくれ。とりあえず、今まで捌ききれずにいた、タンスの肥やしも、すべて持ち出しまして。話術スキル上げと並行して、軍資金を蓄えておきます。そんなわけで、魔王ベレソアの根城に、やってきたのだ。レア武器貯金を現金化し、ただいま手持ちは、およそ67000。全部つぎ込めば、242連回せますね。今のところ、狙っている防具は、ご覧のラインナップ。まずは99連くらい回して、レアの出やすさを確認しましょう。はいはい、ゴミゴミ。ボス箱基準のレア度で、考えるならば、刺し詰め、壁からスタルリムが星4、デイドラドラゴンが、星5といったところ。この感じ、なかなか絞られていますね。お、国産の土が出ました。話術スキルについては、武器やダブリ防具で、上げていくことになりますね。そして今度はスタルリムの剣、星4連続つも、これは幸先がよろしくてよ。だがなぜ武器なんだ。ガチャの中身ですが、ランダムな武器防具4つに、おまけでゴールドが入っていることもあります。ということで、最初の11連終了、まあ悪くない感じでしたね。じゃ、どんどこ回していきます。魔王が見つめる中、ひたすらガチャる、商人のクズがこの野郎。はい、44連で、ドラゴンプレートいただきました。12000で、ドラゴン1つ。これはもう、完全敗北した一般市民になりそう。55連目、スタルリムカルーで。スタルリムに関しては、そこまででないこともないと。はい、さすがにずっとこの画面では持たないので、残りは8倍速で。一応、裏で簡単な、統計メモを取っていますが、最終的な数値は、動画の後半で発表する気があるかどうか、これもうわかんねえな。カウントが大変すぎて、顔面チェーンライトニング状態。なんで？さて、99連が終わりまして、結果はこんな具合。膨大な防具の数を見ていただければ、どうしてこのガチャを、救済措置扱いしていたか、お分かりいただけると思います。とりあえず、ドラゴンの盾2つに、スタルリム軽装が一部、そんなところですかね。まだ始まって3分しか経っていないんですが、早くも疲労困憊、帰ります。ぬ、出かけるときは鍵をかける、さすがです。今後、あちこちでかけるにしても、さすがに4次元ポケットが過ぎますので、イソルダ産地の在庫にでもしようかと、一瞬頭がどうかしておりましたが、よくよく考えれば、行きも帰りも、身軽に動くチャンスなんて、ないことに気づくのであった。開き直って、リュックも外しております。この辺で完全にもう自分の足で走るのは諦めて、ガチャに走ります。今日はなんだかいけそうな気がします。ゼニタール様が枕元に立って、明日は出るから、と言っていた夢を見ましたからね。なぜエンチャントなんだ。普通に冒険する分には、くっそ嬉しい防具なのですが、今は出てこないで、どうぞ。ほら、見ろよ見ろよ、ほら。おいこらゼニタール、マジふざけんな。もう二度と祈らねえぞ。ありがとうございます。ゼニタールイズゴッド。八大神もやめて、一大神、しよう。あ、やっぱり七大神で。ガチャ運が悪い時は、ゼニタールなどありがとうございます。143連目、まずまずの積もり率ですが。おいベレソア、貴様あたりを抜いているな。と、難癖をつけるにしても、そこそこ出ているので、文句を言うに言えない。はい。2日間、198連の結果ですね。各種類の前の数字が、ポロリした個数ですね。こうしてみると、私が勝手に決めた、星4星5、そんなに変わらないような気がします。星4は、スタルリム重装軽装入れて、4種類なのに対し、
星5は、ドラゴン重装軽装込みで、3種類ですから。星4の方が、出る確率は高くなるに決まっていますね。ちなみにですが、新たに手に入れた防具は、こんな感じ。ポロポロ出てはいますが、もう200連回しても、全部揃わないに、60テルドリンゼロ。手持ちですが、適当に売りさばいたり、大学に通ったりで、3万6000です。お、レベル32ですね。相手の持ち金がなくても、空売りで経験値は稼げますが、まだまだガチャ資金が必要だろうということで、それはお控えなすっておきます。ところで、お金が尽きた時の話ですが、ホワイトランでは、こんな人たちと取引が可能です。2日に一度、残金が回復するため、99連は、4日に一度、というペースになります。もちろん、大学の講義費用も、必要ですから、そちらは、ブラックソーンの不労所得で、なんとかする魂胆です。お金の工面なら、リフテンとかウィンドヘルムに、行けばいいのでは？私もそう思って、一人キャラバンをやってみたところ、馬車の時間調整が難しく、吸血鬼の被害が、出てしまいました。だったら、馬屋の外で、朝まで待てばいいだろと思った、そこのあなたと私。寝言言ってんじゃねえよ。残念、出現フラグは、馬屋で移動した時点で、すでに成立しています。その上、高確率で、鍛冶屋のおかみさんと、他1名が犠牲になります。さて、これが37回目、407連です。ドラゴン武器を見ても、なんとも思わなくなった、今日この頃。はい、ただいま、追加で121連、回してきました。ここまでで、14万4000、あっという間に溶けてしまいまして。若干、心が折れかけています。スタルリムは、無事にコンプリートできましたが、なぜか重装だけ、マネキンが拒んできたので、ボッシュートでございます。家では裸で過ごすタイプの人なのかな？続きまして、ドラゴン田中装備です。軽装の方は、兜をかぶっとらんくらいで、頭が残念な感じですが、コンプ一歩手前なのが、励みになります。ドラゴン田中重装の方は、逆に裸足でした。僕は。どうしてこう、お前はガチャ運に対して根性がねえんだ。デイドラに関しては、他よりくっそきついです。というのも、デイドラだけ、エンチャント品が出るんですよね。そんなわけで、苦労があまり伝わらない感じで、ここまでやってきましたが、現状、足りていない部位は、残すところ3つ。金に物を言わせる、パワーコレクショニングですが、あとちょっとが出ないという、ガチャの闇に飲まれかけています。ガチャ分で、総資産としては、黒字なのですが、現金化のため、街をぐるっと回るのが、苦労ございます。その辛さがあればこそ、99連終わるたび、こんな顔にもなります。ぬ、来たでござる、スケールの兜。これで兜らんやつは、デイドラのみ。ドラゴン田中重装が、履いていないのをなんとかできれば、もうゴールは目前ですぞ。ガチャ生活開始から、20日余りです。なぜかうちの嫁が、八百屋さんを乗っ取っておりました。あ、デイドラの兜、ツモです。主要層のような精神状態なので、もはや感動も薄味。これで、最後はヘビードラタのブーツ。一点狙いのガチャは死亡フラグだって、それ一番言われてるから。でもボス箱よりはマシなんです、しょうがないね。ブーツが出たと思った？残念、スキルアップです。誰からも励まされない、不毛な運試しの末、レベルは35。これでもう一度、話術100まで上げれば、40に到達することでしょう。さて、魔王ベレソアに、武具の数々を、献上しまして。28000、投入。行くぞこら、バカ野郎お前私はブーツ出すぞお前。さすがにこう、ファンファーレの音を連続して聞いていると、頭がシオゴラスになってきます。脳みそはバジャックの、
バーミル名付けにされているような気分。救済措置が、救済措置になっていないんですが、それは。ん？なんで等速に戻す必要があるんですか？出ますよ。とんでもねえ。待ってた。どうして失踪しなかったのか、これがわからない。おいコラゼニタール、もっと早く出さんかい。馬泥棒にも祈ってもらえない、旧大臣のクズがこの野郎。ポケットの中がえらいことになっていますが、私は元気じゃないです。細けい計算ができないくらい、トロットロになっておりますが、8時間くらいかかっていると思います。もう二度と、ガチャを救済措置扱いしないよ。とにかく、めでたいかどうかはさておいて、レジェンダリーシリーズも、コンプリートでございます。なんというか、無駄な時間を楽しむという、リアル人生ゲームみたいなことを、しておりましたね。あとは、レベルを40まで上げて、空いたマネキンに、ブレイズを着せるだけ。微妙に長引いたコンシリーズも、次回で最終回ですね。ここまで在庫が揃っていれば、スキル上げなど楽勝。むしり切ったハゲを、しつこくむしり続けて、経験値を稼ぎます。お金はもういりません。あ、でも帰りの馬車代はいります。では、900回以上の結果を、軽く見てみましょう。こうして見ると、だいたい50個ずつ出てるな、という印象ですが。スタルリムとドラゴンは、重装軽装合わせての数字なので、一つ以上入っている確率は、3% 程度なのかなと、思います。私はもう、二度とガチャをやりたくないですが、やってみたい兄貴は、参考にして、どうぞ。で、話術に関しては、在庫を売りさばくだけなので、割愛。武器のすべてを売りさばき、防具を高いもの順に売っていたら、あっさり40でしたとさ。忘れるな。これで、ブレイズの亡霊出現フラグが、ピンと立ったわけですが。この疲労感、虚無感、ちょっとした満足感。一言で表すなら、ベレソア許すマジ。まあちゃん、ポケットからはみ出る、いろんなものを握りしめて、考えました。後ろのおっさんに、たっぷり恩返しをしなきゃね。私は商人なので、野蛮なことはしないつもりです。ただちょっと、クーリングオフ的なサムシングを、申請してみるだけで、栄養妨害をしてやろうとか、そんな気は、毛頭ないと思います。大魔王ベレソアにとっても、品物が増えて、嬉しいダルルを。私の XBOX が耐えきれなくなるのが先か、貴様の店が壊れるのが先か。あ、ちょっとやりすぎましたね。私が行方不明です。連れてうごめいて、ちょっと平らになってきましたが。さすがにスムーズには、動けませんね。落とした防具の当たり判定、結構強めです。なんだこれは、たまげたな。約束します。万が一、ベレソア外空間に落ちた場合、カウンターのところにワークするよう、ベセスダが仕込んでおいたようですね。この物量落下作戦を使えば、何もないところでも、壁抜け床抜けが、できそう。もっとも、下準備が大変すぎて、実用レベルではありませんけどね。じゃ、私家に帰るから、あとは燃えないゴミの日にでも、出しておいてね。ランタンつけたらくっそ気持ち悪い、訴訟。では、今回はこんなところで。ご視聴、ありがとうございました。今月の出来事。ついに、一般防具の 99% が揃う。私は腹黒レンジャーかな？燃えないゴミの日は、ベレソア雑貨店へ。燃えるゴミもベレソア雑貨店へ。私はここです。